皆さんこんにちは、ヤランジです。今はね、東北道朝5時47分です。これから、栃木県の管理釣り場に向かいたいと思います。管理釣り場はね、いわゆる釣り堀ですよね。釣り堀、最近は釣り堀って言わないみたいで管理釣り場っていうらしいんですけど、今日行くところは初めて行くところで神長のフィッシングリゾートっていうところですね。そこはね、なんか結構ホームページとか見たりブログとかを検索したら結構綺麗なところで、なんかロケーションもねすごく良くて、景色のいいところでちょっとゆったりこう釣りができるみたいなね、そういう感じのところなんですけど、今日行くところはなんかニジマス以外にも結構俗に言う色物って言われてるね、いろんななんか別の種類のなんか魚、ブルックトラウトとか、なんか、なんとか、あと大きいイワナとかね、なんかいるらしいんですよ。ニジマスがほとんど釣れないとかね、いうぐらい、なんかこう、珍しいっていうか、あんまりこう缶釣りにはいないような魚がいっぱいいるっていうのをね、書いてあったんですよね。僕がね、やるあのフライ釣りとか毛張りとかだとね、大体もうほぼニジマスしか釣れないんですけどね、他の魚が入ってるところとかでもニジマスしか釣れないですね。だから今日なんか別の魚とかが釣れたらちょっとねいいなとか思ってるんですけど、あ、もうすぐ着きますね。あと 1.2 キロだって。でもうこの辺ですよ。あ、このちょうどこの裏っぽい、この、あー、いたあそこだ、人が今見えた。あ、これかな、これかい、ここ入ってくる。あ、ここだ。これだ。あ、結構車来てますね。わ、めっちゃ混んでんだけど。あ、これなんか動画で見た。そんなにあれですね、駐車場もでかくないんだね。足はバイクなので、なんか足場のいいとこいいな。ここにしようかな。ここにしましょうかね。よいしょ。あ、すごいよ、名古屋ナンバーとかですよ、栃木。すごいね、ゴールデンウィークとはいえ名古屋から来てんだね。よいしょ。いや、お疲れ様でした。よっと、
はい、もうね帰ってきちゃいました。あのカメラがやばくて、あそこの雨雲からちょっと逃げてきました。片しながらもうね結構大粒の雨がバババって降ってきちゃって、こっちまだこんなピーカンだけどね。さてまず釣り場の印象から、思ったほど広くないんです。写真はねすごくよく撮ってるなと思って、こう丸いポンドじゃなくてちょっとねなんかこういびつな形をしてるんですよね。水質はすごいクリアです。もう偏光グラスとかするともうちょっとそこまで見えるぐらいなクリアで、魚影もねすごく濃いです。安定して釣れるんですけど、まず驚いたのがねサイズがちっちゃい、すごくサイズがちっちゃいんです。みんなあんまりね大きいの30センチ以上とかあんまり出てこない。驚いた点2点目、引きが強いんですね。なんかおこれ結構引くのはでかいんじゃないかなと思って開けてみると、えこんなちっちゃいのみたいな、ああいうね流れのないこうポンドの魚って結構運動不足というか、なんかこれだれててでかいくせに全然引かないみたいなのとかもあるんですけど、今日のやつはね結構引きましたね。あなんか小さいのに随分頑張るねみたいな。午前中はドライフライとかフローティングラインを使って表層あたりを攻めてたんですけど、やっぱちょっと魚がもう下に行っちゃってね全然反応が悪くなっちゃったんで、昼ご飯食べるちょい前ぐらいシンキングラインに変えて、シンキングラインに変えてからまた安定して、まあ魚のいるところにね、魚のいるところにフライをこう流してやればもう絶対釣れるみたいな、そんなノリなんですけど、当たったルアーというかフライの色は黒でしたね。今日は本当黒、いろんな色試したんですけど、もう抜群に黒が反応良かったですね。あのトラウトガムの黒金みたいなやつがもうビシバシ当たりましたね。で僕今までだいたいねフライってニジマスしか釣れないんですけど、今日はねヤマメが釣れましたね。結構大きいヤマメが